海道の番組ということもありまして、あの北海道のことといいますか、で北海道の指屋さんって、うん、あの下部にチェーンがついてるんだよ。かっこいいね。器用に運転するみたいな。いいね。あとこっちのピザ屋さんはあのスクーターじゃないから軽だから。軽なの？あ、そうか。路地では入れないもん。なんだ、関係なくですか。いや、けどあの、うん、郵便局の人とかはあの冬でもあのすごい完全防寒スタイルで入ってるよ。あそこにさ、あれでしょ、電熱入ってるでしょ、アクセルに。あ、うん、そうなんだよ、うん、そうなんだね。暖かくなってんだって。知ってる？カイロが入ってんじゃないの？ちょちょちょ、殺菌カイロみたいなのが。違うの？あ、そう、カイロみたいなのが入ってて、こうやって、うん、そのぐらい、それぐらいさせてあげなよ。そうだね、そうしよう。その日夜郵便配るんだ。そのぐらいさせてあげないと。で、こっから使おう。この後から。何をもう、こうやってディレクションしてる。怒られるんだよね、あの北海道の人に。お前また飲んで食べって言われるんだよね。いや、それ北海道の人限定じゃないでしょ。いやいや、この番組はさ。ああ、そうかそうかそうか。そう、なんかのタイミングで そ飲んだ話で、確か倉さんが酔いつぶれて千葉さんが介護したのも北海道だったみたいな話。そうですね。鴨川事件ですね。後にも先にもあれ一番に解放されたのはあれぐらいかもね。ホテルの鍵は何度も私はカモカモ川にリバースするわ、コイ食べてるわ。いいってそんな話。じゃちょっと北海道からお話変わりまして、あのここから使う。いいってそんな話。ちょっとこの番組の夢近18って番組タイトルなんですが、夢見る力18歳の俺たちのようにっていうのを略して夢近18って言います、うん、で、夢見る力っていうのがこの番組を放送している HTB というテレビ局のキャッチフレーズで、その18歳の俺たちのようにっていうのがこの番組、あの2000年に始まった番組なんですけど、その当時あの藤井フミヤさんが18歳の俺たちのようにっていうタイトルで、あの新人、あ、藤井フミヤさんが、あ、フミヤさん、え、フミヤさんが、危ねえ危ねえ危ねえ、そういうタイトルで新人発掘オーディション的なことをこう全国的に開催されてまして、でそれの北海道地区版とあの連動して立ち上がったっていうすごいそもそもの経緯がありまして、で夢と18歳っていうのがちょっとキーワードになってるんですけど、18歳の頃ってどんな感じでした？高校3年ですかね。あ、そうか、高校3年か、うん、そうだ。言えない。いや、言えるだって、18の頃。いや、普通に学校行って。ああ、そうね、学校ね、うん、高校行って。そうか、学校か。部活やってましたね。学校だ。あ、いや、ひどいと思いますよ。ひどいっていうか、よく学校を卒業できたなって思うよね。その後だって俺大学行ってんだよ、お前と一緒に。そうね。すごくないですか？同じ学び屋ですね。これも割と有名な話なんですけど、まあ1学年上なんですよ、うん、学部も学科も一緒で、で留年をしたんですよ。で大学行った人だと分かると思うんですけど、単位とか最初にやるじゃないですか。でそれがいわゆるフルターンって、全部取得しても卒業できない取得の、あの履修の仕方をしたんですよ。知らなかった。うん、で誰も教えてくんないし、うん、で一度、あ、留年してるからクラスが一緒になって、うん、でこの人が作る問題集みたいなのやったね。そう、すごい難しい問題ね。だその会計学総論かなんか取得しないと卒業できない。そうそう、それはえらい難しくてっつって、
で、じゃあ、みんな勉強会やろうってね、うち、ん、で勉強会やって、そう、お前ちゃうね、うん、で、千葉と、俺と、あと俺の後輩、後輩の学年のやつも、で、その千葉の作った練習問題っていうのがあって、すごい。それは高度に難しくて、で、あの、本ちゃん行ったらめちゃめちゃ簡単で、そうみんなこうガッツポーズ行ってもらって、ガッツポーズ。止めたんです。覚えてるよ。20年以上前の話じゃん、それ。知ってる？あれ？何？お土産さんも来てくれたからね。そうよ。おかんが作ってくれてね。みんなで食べなさいっつって。持ってけっつったんだよ。なんで、紅生姜がたくさん作るっつって。いや、次から使ってもらって。18歳の時ってもう音楽やってくみたいな雰囲気だったんですか？え、音楽やってくって、え、もう俺らは人生音楽うわ、なんては思ってないですよ。ただバンドとかやってましたけど、コピーバンドとか友達と。でもだんだん減ってきましたよね。そういう時に友達とバンドやって、コピーバンドとかやって、高校行ってちょっと少なくなって、大学行ってやってるのなんてもういなくて、まさか卒業してまでやってるなんてもう自分だけみたいな。千葉さんは18歳だ。俺はでもね、もう14号から思ってたよ。多分俺これでやっていくんだろう。マジで？ああ、おーってなんか今かっこいい酒に言ったけど。マジで？うん、あ、そう。だって他になかったもん、選択肢が。俺それで食ってく的な。うん、だから絵描きになるか、あのバンドやるかっていうか音楽やるかしかなかった。なかったですか、自分の中でってこと。うん、そのほら、俺学校がさ、中学と高校がこうやってつながる、なんていうの、こういうのエスカレーター一貫教育、一貫みたいなとこがあって、でそこに芸校ってのがあって、芸術コース、うん、そこは普通科と芸術科みたいな感じ。そうそう、うん、なんかこうバイオリンとか弾いたり音楽、うん、え、そっちだったってこと？違う、ええなってこと、うん、だから そっちに住んでってこと、高校の時。そっち、違う、俺は文系行ったんじゃん、普通の、うん、一番いいとこ行った、うん、だから大学行けたんだよ。わかる、うん、言ってることわかる。わかるよ。それしかなかったんだよね。14、15でこれで音楽が絵で食っていこうって思ってるっていうのは、いや、食っていこうっていうか、そうやっていこう、うん、それしかないかな。それは初耳ですね、今日今。そうなんだね、言ってないの。お帰りください。俺も早めにください。次から使う。いつまでやってなきゃいけないの。欲しいね、夢しかはね。夢しか楽しい。ありがとうございます。長寿番組ですよね、だって。2000年ですから、もう満17年。お前はずっといるもん。僕もずっといますからね。いや、お世話になってますよ。いや、だから夢しかっていう番組があって説明し始めるから、知ってますよと思って。まあ、18歳からしたら、まあ、それから30年ぐらい経って、そろそろ50の声も聞こえ始めてるお年頃で、なんか50になるのかみたいな感じとかありますか？ある。例えば自分が18歳の時に。まあ、日本のロックバンドとかを聴いてたんですけど、50超えてとかいう感じでバンドとしてやってるいたんでしょうけど、あの今より圧倒的に少なかったんじゃないかってイメージがありますよね。
高齢化社会です。バンドも。だから、まあ、48なんですけど、今でも楽屋で最年少とかよくありますからね。だから全然年取っていく感覚がない。上、先輩は元気でいらっしゃるから。怖いのね。占いがあって、こういうなんかこういうさ、なんていうのこれ、タロットだ。占い。占い。うん、で141まで俺生きるって。やった。141まで生きたらさ、その前にみんな死ぬわけじゃん。全くそう。お前とかさ、全くそう。え、先に死ぬお前。141って考えたら無理でしょ。お前の組織行きたくねえな。でも一番長生きすると思いますよ、なんだかんだで。そう、難聴だから。141歳はもうまだまだ140だ。まだ人生まだ3分の1ちょいぐらいって感じなんだ。あ、それは大変だわ。思い出した、アプリ、アプリで見たの。アプリ携帯のあれ、パッとしたら、じゃん。ああ、その時一緒にいたやつの携帯でていうか占いできるって言われて、ていうか、あなたの口からアプリとかってもうくしょくしょいよね。かっこいいよ。俺からアプリかっこいいよ。アプリかっこいいよって意味わかんない。かっこいいアプリだ。でも見てる人バカだなと思ってるの。アプリか、マジで分かんない。いや、今なんかこういった思われてる。 iPad を持ってるんですよ。僕持ってるんですけど、いつの間にかものすごく駆使してるんですよ、ね、メールとかしますよ。もともと携帯電話もなかった人で、これ何の話でいいんですか。この話でいいよ。だ、山本のテレフォンカードを持ってたんですね。あ、公衆電話がだんだんなくなっていき、あ、ずっと電話だったんですよ、やり取りが。ある時そのメアドを取得したっていう、もう革命だよね。革命だね。で、iPad でこうアドレス言っていい？で、試験テストみたいな感じで俺の携帯にメールを送ったんですけど、あ、そう、その文章が笑ったんですよ。なんかしら、あ、千葉雄介ってメール来たっつって、文章見たら、お年寄りを大切にって書いてるんですよ。意味わかんねえと思う。それが千葉からもらって初めてのメールです。そう、うん、お年寄りを大切にって書いてある。でも大事だよね。 iPad から送信って書いてあるのしたなんじゃこりゃ。大事なメッセージを、お年寄り大切ですっていう。ああ、大事なことですよ、ね、大事です。18歳の話は全然違うふうになってるけど大丈夫。あ、大丈夫です。え、ちなみに一昨年そのバースデーとしての10周年の年だったと思うんですけど、で武道館のライブとかあったりとか、こう、まあ、過ぎてみて振り返って、そのなんか10周年の年ってなんかバンドの節目とか感じたりとかはありました？それはね、まあ分かんないけど、俺はないですね、うん、もう10周年ってこういろんな人に言われて、だからこれやりましょうみたいなさ、武道館やりましょうとかさ、あるじゃんか、節目みたいなね。でもそれ別に嫌いじゃ、嫌いっていうか良かったと思うよ、やって。でも、なんだろうな、その根本的には変わんないからね。変わんないっすよ。まあでも10周年って言われたら嬉しいよね、なんかな。うん。まあ、なんかのツアーかなんかの時に、うん、そのもうすぐバースデーが10年になります。ギタリストも変わってるし、うん、
多分ちょっと違うかな、ちょっとな、なんか10年やったって感覚ないもんな、うまく言えないけど、あとは周りに20年30年やってる人もいるし、10年後だけでっていうのもあるんだけど、で俺たちさ、そのバンドを壊すの得意なんだわバンドを壊すの得意って別になんかそれ得意技みたいになるの2人が知ってるの1回しか壊れてないけどまあ大概壊れる、しょうがない、別に誰のせいでもないし、もうやめたいって思うわけでしょ、その話、あ、こっからじゃあまだそのって新しいアルバムの制作的には、まあ、去年の春ぐらいにツアーが終わって そこから作り始めてる感じなんですね。そうですね、だからそのいろんな取材とか受けるような、その制作期間はとかいつ頃からとかって言われるんですけど、そのギアがレコーディングにガッていくのはプリプロって言って前段階のとこがに入ると、あ、もうレコーディングに行くっていうモードなんですけど、そのちょっと前のアルバムのツアーをやってる狭間にも、そのなんかこんなのがあってとかって弾いたりとかしてセッションが始まるから、そのずーっと続いてる感じっていうか、うん、でもどっかに区切りはあるよね、うん、例えば前作のアルバム の, そのツアーが終わってそのアルバムが完結しなのかなみたいなところも考えられるし、でそこからなんか自然にというか、まあ、自然になんですけど次の方に向かっていくっていうか、まあこの人が向かっていくのか、いやいや、まあ、少なからずそういうみんなで言ってんだ、まあ、そうかもね、みんなで言ってんだみたいな、そういう感じかも、うん、だからアルバムの制作期間もさ、実はもうずっとその制作期間っていうか、あのざっくり言っちゃうと、3年4年だよね、うん、だから今回のアルバムの中にはその前のアルバムレコーディングしてる時にセッションしてるで、あの出来上がんなかったセッションの曲があってもあるから、うん、その今回のノマドに入ってる曲の制作期間したらもう何年もにも渡ってるっていうか、それであの聞かせていただきまして本当にかっこいいアルバムだと思います。ありがとうございます。あの24時のイントロですでに持ってかれるというか、あのドラムで始まってベース入って、まあ、なそのアルバムが出るとなるといろんな取材を受けたりこういうのがあるんですけど、なんかの雑誌でもう24時ベタボレもなんかしてたよねプレイヤーの人、そうだあのギターが本当かっちょいいというか、ドラムじゃねえのかよ、いやドラムベースギター今ドラムから始まるって言ってるやん、そのドラムが始まってでベース入ってきて、まあドラムがあそこで始まるのはね、なんかもうね前菜みたいなものですからねアペタイザーみたいな、そこから本編が始まりますから、でなんか24で言うとその千葉さんの歌い方もなんか僕的にはなんですけどちょっと聞いたことない雰囲気も感じたりしまして、うん、うん、なんか低い声を出す部分がなんていうんですかね、そのいい感じだった、いい感じでした、うん、まあそういう曲なんでね、いいしよいしよね、もう千葉の肝煎りな曲ですからなんであれをシングルにしなかったかっていう、
散々言ってますけどね、うん、抱きしめてあげてよかったんで。そうなの？抱きしめたいが、ゆめちかの3月 の、 あのオープニングテーマとしてあの使わせていただいて、うん、あ、だから来ちゃうんだよ。知ってた？知ってたよ。あ、本当？いや、だから札幌だけキャンペーンありますって言われたの。マジで？そう。今回キャンペーン札幌だけですからね。そう。あ、本当ですか？で、お前に会うために来た。光栄です。ありがとうございます。本当そうだよね。